皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思いまーす !2023 年11月23日木曜日。仮想通貨草コイン中野研究会。皆様、お久しぶりです。 前回のね、動画からもう10日経っちゃいましたね。あの、うっかりするとですね、動画作るのをやめてしまってですね、最近サボりがり、サボりがちな先生になってしまいましたね。まあ、あの、寒かったり暑かったりね、激しい、本旦かってなるんですけど、まあ、その他にね、介護やってますからね、あの、いろんなことがあります、トラブルがね。 まあ、あの急にね、お母ちゃんはお腹痛くなった、まああのうんこ漏らしちゃったりね、朝起きてみたらトイレが詰まってたりね、日常3時ですね、もうね、ゴミがいちゃうからね。まあ、ほんで、今日もね、今、3時半、朝の3時半なんですけど、さっきトイレ行ったらね、トイレ詰まってたんですよね。一苦労して、詰まり解消させて。 去年ね、素晴らしいの買ったんですよ、1700円のね、アマゾンで。それはどんなトイレでもね、10秒あれば、あの、こんなトイレでも詰まり取れます。素晴らしい機械、1700円。今までいろんなの楽しみ、ま、今までね、たくさんのものをし試しました。たくさんお金使ってね。でもね、わずか1700円でね、まあ、中国製だったと思いますけど、 素晴らしい。どんなに、もうみかんだろうかだね、けど、詰まってても、あのスコーンって10秒ぐらいでね、流れるやつ発見したんですよ。ほんと素晴らしくてね、僕は今、その機械を持ってれば、どんな怖いものもないですね。あの、世界中トイレね、詰まったんで来てくれ。お金に糸目預けない。来てくれ。今すぐ来てくれ。もう一週間ね、つまり解消できない。困ってる。 行きます。行きます。宿泊費と交通費とでこんだけになりますあ。5万でも10万でも20万でも来てくれと。本当に頼むよ。つって、もう1週間テレビに終えねえんだよ。つって。行きます。と。で、まあ、それでもね、ダメなトイレ。つったらもう、手突っ込んでぶっ壊すしかないね。もうね。 それほどね、素晴らしい真空装置を見つけてね、しかも安くて1700円でね、驚いてます。もうほんと10個20個買ってね、もう商売始めてもいいよってぐらいね、気持ちいいんだよね。ただ、いろんな通りあるからね、おっかないのもね、汚いのもね、笑い事で済ませれればいいですけどね。 まあ、あのー、お <laughs> からね、もう僕もね、去年はね、病気になっちゃってね、一週間通りが使えなくてね、で、最後にね、アマゾンでその、1700円の機械に出会って、最後の最後で試してやってみようって、疲れちゃってね、次の朝、体に夢中ってね、やってみたらね、できたんですよね。やったっつって 綺麗な、綺麗な水が流れてね。ああ、水ってこんな綺麗だったんだ。本当ね、クソまみれになってね、頭から。一週間ぐらいやってましたけどね。はい、それはいいとしてね。<laughs> はい、それはいいとしてですね。今日は何の話しようかなと。まあ、バイナンスの話なんですけど、の個人情報の登録終わっちゃいましたけど、まあ、まだ別に今からやっても全然遅くないですからね。 うんでまあ、12月になったら、個人情報登録してない人は全てビットコインに変えちゃうよって話だけだからね。うん、まあ、あの、個人情報登録されてないんだったら今からしてもらって遅くないですから、ね、12月の半ばぐらいとかね。まあ、下手すら1月とかには、まあ、4月ぐらいまで大丈夫かなと思ってますけどね。うん 出せれば、まあ、来年中大丈夫かなと思ってますけどね、ビットコイン買えるか買えないかの話なんでね。うん。でね、これ、まあ、僕もいろんな人にね、あの、うち来てくれ、うち来てくれっつって、バイナンスの個人情報登録やってますけど、うまくいかないケース多いね。なぜかっていうとね、バイナンスって、セキュリティがすごい厳しくて、マックアドレス認証もやってるんですよね。 マックアドレスっていうのはね、<coughs> Wi-Fi 認証ですね。Wi-Fi。だから家の Wi-Fi を変えたと、借りてるよね。あの NEC から AU とかドコモに変えたとかさ。Wi-Fi、ルーターを変えたとかね。あの、業者を変えいたいんだけどルーター変えたとか。あとは、モバイルルーター変えたとかさ。パソコン変えたとかね。パソコンもマックアドレス持ってるから。 そうするとね、あの、なかなか認証できなくなっちゃうんですよね。本人の、まあ、メールアドレスとパスワード、ID とパスワードを入れて、あのー、ワンタイムパスワード入れてもね、なかなか認証しないですね。うん、全部合ってるのにね、うん、5回も6回もやってさ、大丈夫かなって、う、ロックされちゃうんじゃないかなってぐらいやんないと、開かないですね。で、ようやく届けたように開くんだけど、で、まあ、お金ちゃんと入ってると。 確認して、じゃあ今度個人情報をやろうかっていったときにも、Mac アドレス、まあいわゆるね、Wi-Fi とかさ、ルーター、インターネットルーターがね、変更されてると、とかパソコンが変更されてると、とか、あのスマホが変更されてると、あの個人情報が登録できないようになってますね。でも何回も何回もやらないとだめですよ。非常に厳しくて。 なんだできないんじゃないかつってね。諦めてる人結構いると思うんだよね。うん、5回も6回もやってようやく登録できましたとかさ。明日になりますとかね。明日になったらメールが来て、やっぱり登録できません。もう一回やってくださいとかね。疲れちゃうんだよね。で、まあビットコインに変えられるだけならまだいいんだけどね。なくなっちゃうってうケースもあるから。はい、口座なくなりました。残念。バイバイ。つってね。 あの、めげずにね、やった方がいいですよ。これね、本当に100万、200万とか。本当に、あの、皆さんお金入ってるでしょ、バンパイナンスにね、5、百0 0万、1000万入ってる場合もあるから。だから、あの、我慢,我慢しちゃダメですからね。<coughs> <coughs> 我慢しないでね、あのやらないといけないですよね。うん、で、ほら、あの、仮想通貨ってさ、決済 決済するとか他の行為に変えた段階であの所得税税金が発生するんですよね。だからそれだから今回のタイミングだとあの来年の3月16日15日までかあの所得税申告書するでしょうし税務申告するでしょう皆さん100%全員が そこで、あの、バイナンスがさ、勝手にビットコインに変えたね。あの、草恋、まあ、カルダの枝とかさ、イーサリアムとかあるんじゃないあれ全部、あの、全部申告しないといけないから。で、ここぞとばかりにさ、国税庁はさ、バイナンスから、その、ビットコインに変えた人の名簿を全部もらってるからね。もらうからね、これからね。 何,何十万人とか何百万人ってね。何十万人か。さ、まあ、1万円2万円だったらいいけど、利益が20万円以上だったらさ、あの全部調査来るから、個人でもね。だから、ちょっと気をつけたもいいですよ、本当に。本当にどうするか気をつけないとね。いけないですね。はい。<laughs> 声聞こえてますか声。聞こえてないですか それとですね、えっと、これとして。あ、どれにやおうか。ドル円あのー、FX なんですけども、まあ僕もね、また、入金してですね、リアル構成やってます。楽しいね、やっぱね。うん、今はね、またね、あの、お金が取れる、取れる、取れる段階になってきましたね。 まあ、こうやって、上行って、下来て、また上でてね、こうとぴったり、ダブルトップ、ダブルトップつけてるんですけれども、ダブルトップつけて怖いよね、これね。下行くのか上行くのか分かんないからさ。で、週足ね、さっきつき足で、週足見ると、ちょっと、ちょっと落ちてたんですよ、ぐーって。昨日すごい落ちたんですよね、3円ぐらい。 で、またね、ピューって戻ったんですよ。これね、戻ったのです、月を1円50銭ぐらいで。もう、まあ、2円ぐらい戻ったのか。4円ぐらい落ちて2円戻ったのね。まあ、ものすごいですよね。だから、ここ、こう、こういうところとか取りやすいよね。こういうところとかね。こう、こういうところとか。で、今日もさ、僕、これ、持ってたから。 取りました、取りましたと、半分ずつ取ったけどね。ここ、ここで取って、ここで取ったうん。2回取ったよね。2回取った。まあ、あの、ずっと見てるとね、途中で理覚したくなっちゃうんですよ。こう、ドローン、ドローンって垂れてくるからね。まあ、その時理覚してよかった。まあ、こういうね、 リット波動的にさ、こうして、1回、2回、3回なんだけど、こういうところでね、理覚したくなっちゃうこれ。これ下手すると50ピプスとか100ピプスあるから。これね。こういうところね。どのぐらいの百 ?140?148 ピプスあるわ。150ピプスあるんだこんだけでね。 こうちゃうんですよ。だから、ここら辺でさ、ロング入れたとしてさ、ここまで行くじゃないしても半分ぐらい取れちゃうんですよね。300ピプス取ってもさ、半分取れちゃうんですよ。でも、持ってるとまた、いつまがバキャンって行くんですよ。うん、だから、どうしようかなと思うけど、難しいよね。こんな握力あるとかさ、我慢しないとダメだとか、利益は伸ばして損失は、 何の数切るとか言ったって分かんないもんね。これはさ、これがこうやってふにゃーって言っちゃうかもしれないしね。こうやってね。た,たまたま浮ってるからいいですよ。だから、分かんないよね。結局は。どっちかはね。うん。だからやっぱりスケルピングって言ってね、10ピプス、20ピプスで、まあ10ピプス、15ピプスで、同じの字としてね、 理学しとくっていうのは一番いいと思いますけどね。うーん。で、あんまりこういう1時間足とかちっちゃい足も見ないでね。うーん。4時間足とか見ればずっとね、陽線だったりしますから、陰線とかね。うーん。冷やしとかね。まあ、冷やし見るとですね、まあ、これ去年ですよね。去年の1 5十 ぐらいで、今年のこ152年ですよね。ま、う、あ、ん、怒って、1年、半年かけて落っこって、半年かけて、まあ、半年まあ、3ヶ月ぐらいかけて落っこって、半年かけて上がったかな。とにかく1年ぐらいかかってね、これね。9月、もう12月だもんね。それで、 そうだな。まあ、ここのところ見ると、75移動平均線から上がってきて、<laughs> まあ、調子乗ったからっつって、また75移動平均線。<laughs> 2回当たって、また上がって、調子乗ったからっつって、また75移動平均線。でこう、一旦下がっちゃってるんですよ、これ、ね。びっくりして、あ、これダメかなと思ったけど。 ここも下がってるしね。うん。まあ、ちょうどいいぐらいですね。なので、これまた上でしょうね。たぶ、ねうんね。まあ、もう一回ね、もう一回帰ってきて。75いっけ、1回帰ってくるかもしれないけど、こうやって上でしょうね。うん。だから160円。 170でしょうね、年末はね。うん、うんまい1 7十いからですね。<laughs> 155円ですね。年末とかお正月はね。155円スタートで、1月は160円台ですね。うん、前代未聞で、ちょっと、 すごいよね。すごい上のい行っちゃって大変なことになってますね、これね。アメリカは物価が高いみたいですね。ラーメン一杯4400円とか言ってましたけどね。日本だと900円ぐらいだろっつって。アメリカ暮らしていけねえぞっつって。もういっぱいいっぱいだよっ,っていう人多いね。まあ、給料も高いらしいですけどね。ひと月100万以上。140万の人が結構バザラらしいですけどね。どう 物価が高いから、まあ日本の方がいいよって感じですね。うん。もうまるで日本はブータンになった感じだもんね。そこまで高くないからね。ラーメン4400円じゃないもんね。900円とか。まあもうちょっと安いから。750円くらいでもんね。うん。平均するとね。まあ、もっと安いのもいっぱいあるし、もっと高いのもいっぱいあるから、俺は1000円しか食ってねえよってのは。全然自動系だと1000円くらいですけどね。 ドル円はちょっと、まあ、取りやすくなったかなって感じですけど、まあ今、今難しい。まあ上でしょうね。僕だったらロングしますけどね。うん、まあ結局ね、30分足、十0分足で、こうしていくんでしょうで。戻るじゃないですか。で、これ青が75移動平均線なんですけど、この75移動平均線をぶち抜いた段階こ、ここですね。あ、こう、ここでは段階ですね。 落ちても、まあ、上がっていっちゃうから、ずっとね。上がっていっちゃうから、75以上平均線。ぶち抜いたらね。まあ、いくらでも上がっていっちゃうから、一時間足もそうでしょ。これぶち抜いたでしょう。で、まあ一旦下がって危ないと思ったけど、まあずーっとぶち抜いた。これもずーっといっちゃうから、前回高値よりも、全然上いっちゃうから。まあ、これ、<laughs> これが当然です。 まああと仮想通貨見てみようか。ねいいよね、仮想通貨ね。いい感じなんだよな、これね。まあ上がってんだよ、ちょっとね。えー、えー、558万ですね。560万ぐらいですかね。うん。 いい感じですねこれやっぱり買った方がいいねどうしても上がっちゃうねまあいろんないろんな人がいてねやっぱり上がらないんじゃないかとかさいろんな人いるんですけどねまあ僕は上がると見てますねはい。うん これですけどね、うん、いいんじゃないですかねちょうどこんとこねここですかねバカげですねやっぱねこう いろいろ転換点で爆上げするんですね、爆下げか爆カげですね。そこもそうですね、やっぱね。これは爆下げなんですけど、まあ横でしたね。あ、ここも上がってるからやっぱ上がるんじゃないですかね。うん、年末は、年末は多分1000万ぐらいだと思いますけどね。 あ,あごめん、2000万ついたけど。いやー、2000万いっかもしれないなぁ。うん、2000万いっかもしれない。これは。誰も確か、確かなこと言えないですけど。うん、二0円、また31万になりましたね。 やっぱりイーサリアムがやっぱりね、47万、48万ぐらいだと元気ありますよね。マーケット全部ね。うん。プルリーがまた90円戻ったと、まあ、リップル ETF がないんじゃないかと、まあ、ないくはないよね。はい。ビットコイン ETF が出たら、もうバー,バーってーバーって、すぐに承認されますから。隠し玉ですよ。 体の50、これちょっと危ねえな、これな。まあでも流れに乗って全部 ETF 化されちゃうからね。まあ体のは360円のらしいですね。同時コイン11円はこういうなんかあるね。大きいですね、動きが。まあ1位70円あったからね。それに比べればちっちゃいですけどね。うん。 が落ちましてね、ここまでね。うん、はい、いいます。そういえば、あの、アイススケートのね、あの人が離婚しちゃいましたね、羽生結弦君がね。 あの、誹謗中傷が激しくてね、奥さんに対する、まあ、何があったのか知らないですけどね、あの、誹謗中傷が激しくて奥さんが家から出れないって言ってね、4ヶ月で破局ってことなんですけど、まあ、一旦離婚するしかなかったかもしれないね。俺だったら、まあ、もう一回海外行っちゃいますけどね。まあ、海外行っても追っかけてくんだろうね、そういう人たちはね。 何があったのかまあ、それか、ら旦那としてね、テレビの前に出て、説明責任はあって、しかるべきだったかもしれないね。まあ、いろんな、なんか、あったのかもしれないけどね。何にも、テレビで、説明なく結婚しました、と言って、 怒っちゃった人いるかもしれないもんね。うん。まあ、あとは、昨日夜中に、ミサイル発射の、北朝鮮のね、ミサイル発射のメールが、スマホに来ましたけど、びっくりしましたね。なおっかっ。<laughs> 日本に落っこちなくてよかったなと思います。まああとはお、お !JR 西日本正社員20万円の正社員だけってのがずるいよね。あ契約社員10万と。うん、派遣社員は。うん、ねえ。 20万って大きいの、ね、やっぱね、この年末にね、まあ、コンプガチャ使っちゃう人多いかもしれないけどね。シエンタ。これかわいい車なんだよね。人気あるんですよね、これね。うん、シエンタ、ちっちゃくてかわいいんですよね。 あ,あと、ジャニーズね。まあ、あの、NHK、紅白歌合戦に一切一人も出ないって、ね、寂しいね、やっぱりね。ジャニーズね。うん、あと、まあ、年末のね、ライブもやんないってことで、どうするんでしょうね。まあ、やめちゃうんだろうね、きっとね。めんどくさいからね。 ジャニーズ事務所自体がなくなっちゃうんでしょうねめんどくさいからおそしたらまあ忘れるしかないのかねファンクラブとしてはねきついよねはいなんかこんな感じですかね まああのー、ああ、そういえば、宝塚歌劇屋さんでね、自殺した人がいるみたいですね。死んじゃった人か。まあ、かわいそうだね、やっぱりね。まあ、なんとかしないでね、こういう、みんなの花形なんだからさ。こういうところで、やっぱり死,死亡事故っていうのは、 いじめとかね、よくないよね。いじめとかあるんだろうけどね。うん、まあ僕はね、この FX で稼ぐっていくっていうのは一つやっぱりおすすめしたいですよね。はい。あの、結果がすぐ出るからね。あ1分2分で出るしね。 まあ、動いてるときにだけやればいいから、まあ。結局、投資っていうのはさ、まあ、1、ロング。ね。ロングってのは買いだよ。買うってことだよ。株なんかね。ショートこ。株だったら空売りのことね。ロング。 ロングこっちね、バーね、ショートする、売る。さあ、ステイっていうのがあよね。これ何もしてない。まあ、ドル円だったら、ドルを買う。ショート、ドル円だったら、 ドルを売る。ってことは円を買うってことだよね。株だったら株を買う。トヨタ株を買う。トヨタ株を空売りする。何もしない。もう何もしないがね、ほとんどね、99%なんだよね。24時間のうち。24時間365日。 まあ、365日ってことないよね。土日休みだから、祝日やってますけどね。だから、3百うん。10日ぐらいか。ねまあ、そっちにしようか、これな。計算しやすいように。 ロング。よし、ここだ一って言うの、1%しかないんだよ、1日にね。で、1回ぐらいしかないの、ショートもね。そして、何もしないが98%で、だから、ずーっとさ、何もないのを見てるだけなんです、あの、防犯カメラと一緒で、あの、セコムのおじさんと一緒なんですよね。ボケーと立ってるだけで、あの、腰がね、痛くなっちゃってね、どうしようもなくて。 の警備員役に立たないよねとかいうさ一緒なんですねボーゲーとなってるんだけどでいざね泥棒が入ってきたら強いと「うるやー!」ってねやりそうもないおじさんばっかりだけどああ俺だめだ腰が痛いって、ね、いざ泥棒来たらさあの腰曲げちゃう警備員ばっかりかもしんないけどいざという時にあのたくさんかけちゃうんですね ここだって時にあの10万通貨とかさ100万通貨とかかけちゃうんですよ。で、うん、動く時一瞬なんだよね。だから10ピップスでもさ100万通貨かけると10万円取れるから。<laughs> 1>, 1から5分でさ、切り上げちゃう、まあ。あと伸びてもさ、あの、追わない。ド <laughs> ーンと下がってくるからね。で、これ何もしないことを、まあ、監視してるだけなんだいわゆるさ、FX っていうのは、監視としては監視カメラなだのね。 何もないことが当たり前です。で、何かあったら、ロングかショート。まあ、30秒の時もあるけどね、まあ、1分から5分ぐらい入れて、あとは決済しちゃえばいい。その時は、まあ、思いっきりね、あの、ロット入れると。まあ、そうすると、1万、5万、10万って取れるから。 一日10万取れると同じじゃないですか。一月20日やって200万ですからね。年間で2400万。まあ、夏休みとかやっても1000万取れるわけですからね。こんな感じでやるんですよ。ここのね、大きい大きな大きな枠組み、まあ、一番最初に習わなくちゃいけないことを、まあ、習ってないですよね、皆さんね。<laughs> だから、ほとんどの場合は動かないし、パソコンの前にいる必要もないから、まあ、スマホですね。ご飯食べたり、ドライブしたり、ネットリックスで映画見たり、まあ、映画館行ってもいいですけどね。プ <laughs> ールサイドで寝たりね、プールで泳いだり、海行ったりね、旅行してて構いません。ほとんどの時間は、お金を使ってショッピングしたり、銀座行ったりね。 イタリアンレストランとかフレンチ食べたりね友達と会ったりしておしゃべりして構いませんでわずか1から5分あ動き出したらって、まあ、いつもスマホチェックしててねちょっと失礼してトイレーの中でいいですよ <laughs>、まあっあっそっあっあ ロングショート入れてね。で、動きが鈍くなったら、決済、まあ、2、3万でも5、6万でもね、10万、20万でもいいじゃないですか。はい、今日の仕事終わり。で、その日動かないときもあるんですよ。で、そのときはやらない。でも動くときもあるからね、10分とか20分ね、そしたらピップスとか動いて。 一日で50万、100万取れる時もあるから、一日でですよ。動かない日も多いからね。一日で見てても。一週間動かない時もあるからね。その時は、一週間0円。でも翌,翌週は200万とかあるから。そんな感じですね。まあ、このことをね、しっかり気持ちに命じてくれればいいと思います。 それでは今日もどうもありがとうございました。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。